こんにちは、今日はですねセルラースタジアムの巨人対キューバの練習試合、これを見てきました。非常に面白かったですね。今日はですねまずジャイアンツ今シーズンの先発ピッチャーどういう風になるのかなということでですね、気になって、監督とお話しすることもできました。去年はねもうコロナの影響でグランドレベルに降りられずに、もう本当情報をこう掴むのが難しかったんですが、今日は監督とともにケージの後ろの椅子に座らせていただいて、いろいろお聞きできましたし、デーブにもいろいろ聞けました。非常に有意義な一日だったんですが、現状はですねまずピッチャー、これは、菅野、戸郷、ここはね、すぐ2人出てくるんですが、その後もうここにはですね外国人ピッチャーになりますね。新戦力になりますグリフィン、左ピッチャーです。そして、ビーディーという右ピッチャー、そして、5番って誰かなと思ったらですね、赤星ではなかったですね、山崎伊織、彼がやっぱり、期待の、ローテーションピッチャーというふうに監督言われてました。そしてもう一人、井上温人というね、左ピッチャー、まだ実績はないんですけれども、今シーズンちょっとこう期待大というところで、6番目、赤星はですね先発をするかもしれませんけれども、リリーフの方でもやるかもしれないというような、まあそういうような口ぶりでしたね。そして、もう一人のピッチャーロペス、これはですね、セットアッパーで、期待しているというような話でしたね。大勢というね抑えピッチャーがしっかりいますので、その前を投げるピッチャーとして、このロペス、年俸で見るとですねビーディーっていうのが1億6000万で一番高いんですけれども、そしてロペスが1億4000万、グリフィンが1億というね、3人、もう一人メンデスという選手がいます。この選手は4000万プレーヤーということで、この4人の中では多分一番まだ評価としては低いんだろうなという感じでしたね。僕が見た限りではですね一番これはいいなと思ったのは左ピッチャーのグリフィン、メジャーでの実績はあまりなく、そして、先発もあまりしたことがないんですが、巨人ではですね先発候補ということで、やるみたいです。そして今日キューバを相手にですね2イニング投げたんですが、これ素晴らしかったですね。以前カープにいたジョンソンに似てるっていうようなね、ことを言われてますが、確かにそうでした。なかなかこう手からボールが離れない、ちょっと長く持って投げていく、こういう投げ方をするピッチャーはですねバッターからすると非常にタイミングが取りづらいんですよね。そして差し込まれることが多い、コントロールが良かった。まっすぐもですね今日152キロ出ておりました。変化球もですねカット、そしてシンカー、スプリット、カットボールがですね 40% を超えるんじゃないかって言われているぐらいカットボールに自信があるピッチャーですから、右バッターのインサイドにこう食い込んでくる球ですね、これが多分大きな武器になるんだろうな。それと逆のこう抜き球、この2つでこう勝負してくるピッチャー、僕はこの右ピッチャーのビーディーよりもですね、年俸は安いんですけれども、この左ピッチャーのグリフィン、こちらの方がですね日本で活躍するんじゃないのかなっていうのをね感じましたね。1回2回をグリフィン、そして3回4回をビーディーという新戦力で投げたんですけれども、両投手ともに安定したピッチングではありましたね。そして、キューバのメンバーを見てね、 NPB でやってた人たちがずらっといましたね。マリーンズにいたサントス、そして、去年までホークスにいましたグラシアル、デスパイネ、ね、そして、アリエル・マルティネス、これはドラゴンズからファイターズですね。現在 ドラゴンズにいるロドリゲス、そしてライデル・マルティネス、ホークスのモイネロ、ファイターズにいたドレイクっていうようなね、そういう選手がずらっといましてて、もう本当になんか、キューバも頑張ってもらいたいな、A グループですから、A グループの中でね残ればまた日本と対戦する可能性も出てくるということで、キューバ、オランダ、イタリア、台湾、パナマ、この5チームの中から2チーム残りですからね、キューバ十分可能性はあるなということですよね。はい、この辺も、これから先の楽しみになりました。ですから、ピッチャーではこのグリフィンとビーディー、この2人がローテーションピッチャーになるんだろうなっていうのをですね今日聞いてきました。そして、バッターの方ではですね今日センターを守っておりましたブリンソン、これが期待の外国人ですね。現状外野でいうとですね丸を今年はライトに持っていくと、そういう方針ですね。そしてセンターに現状はブリンソン、そして、レフトでウォーカーというね、
まあ、一応この3人の予定ですけれども、この外野にはですね、他にも、候補者がいっぱいいます。長野が今年は調子いいですね。そして秋広3年目です。大きなね、左バッター。そして増田陸も調子がいい。そしてオコエも今日見たらバッティング良くなってましたね。そしてドラフト2位の萩尾というね、こういう、まあ言ってみれば外国人野手がダメな場合にはこういうメンバーがいますよっていうのがですね、はっきり見えてきましたね。これも、まあ、あの戦力として厚みが増したなというものを感じたメンバーでした。そして何よりも僕がこの選手いいなと思ったのはですね、今日ショートを守っておりましたね、創価大からドラフト4位で入った門脇という選手、右投げ左打ちの選手なんですが、まあ、体、背はそんな大きくないんですね。170どうでしょう、5はないかなぐらいの選手なんですけれども、小力がありそうな、まあ、僕はパッと見た時に、元ヤクルトの岩村明憲選手をパッと思い出しましたね。岩村選手はまあメジャー行くときちょっとガツッとこう体重増えましたけど、その前の細身だった頃の岩村選手、その選手と被るものがありましたね。飛距離もですね、すごい飛距離持ってます。ですからもしかすると坂本選手が故障がちだったらですね、ポジションを取るかもしれないな。これはまあ坂本選手が体調が良ければこれはなかなか抜けませんけれども、脅かす選手が出てきたなという気がしました ね。中山ライトっていうね、まあ、ショート候補、去年の今頃はですね、中山ライトがいいですよっていうようなことで、来てたんですが、まあ、これデーブともお話をしてですね、やっぱり中山ライトよりもこれ門脇の方が上じゃないかなっていうような話をされてました。確かに見た時にですね、スイングのシャープさ、これはですね、ちょっと抜けてましたね。現状、新人の中ではトップのスイングをしておりましたので、これはまあ、あの一軍の戦力になるんじゃないかな。よくドラフト4位まで、他球団が取らなかったなっていうのをですね、今日ちょうど水野スカウトともお会いしましたので、水野君とも話をしてですね、実力通りの人気じゃないこともよくあるんだねっていうような、そういうような話をしたんですが、その門脇選手がドラフト4位で取れたっていうのはですね、ジャイアンツにとって非常に大きかったんじゃないかなという気がしましたね。まあ、去年僕はジャイアンツの評価そう高くなかったんですが、それはやっぱり投手陣の層が薄い、そういう印象が非常に強かったんですが、去年の今頃と比べるとこのグリフィンとそして、ビービー、この2人が入ったことによってですね、ちょっと評価上がりましたね。それと、セットアッパー候補のロペス、この3人のピッチャーがですね、これ全部戦力になりそうな気配がしてきたな。特に僕がいいなと思ったのは左ピッチャーのグリフィンですけれども、この人はうまくいけば2桁は勝つんじゃないかなっていうね。まあ、ここは打撃陣は非常にいい。まあ、今日は原監督とじっくりお話ししましてですね、一人一人お聞きしました。まず丸のライト、丸の調子も非常にいいということですし、あと中田翔はですね、これまでで一番いい、もう三冠王を狙ってもいいんじゃないかなぐらいのことを言っておりましたので、これはまあ中田翔楽しみですね。ちょっとサードに岡本、そしてショートに坂本ですよね、現状ね。まあ、これ大体見えてきましたね。こうなるとですね、本当にもし一人二人レギュラー陣が不調あるいは、故障、そういうものが起きてもですね、それに代わる、まあ、野手陣がですね、今年の場合はいる、そういうものを感じましたので、今年のジャイアンツはかなり楽しみが増えたなという気がします。ということは、まあ、セリーグのペナントレースもですね、また熾烈な戦いになっていくんじゃないのかなっていうのをね、感じた一日でした。ジャイアンツは去年よりもレベルが高くなっている、そういうことをお伝えして今日は終わりたいと思います。以上です。